皆さんこんばんは、MK です。マインクラフトパート215やっていきましょう。今回は新しいネザー駅作りやっていきたいと思います。そう、マインクラフトではオーバーワールドよりもネザーの方が8倍多く進むことができるんですよね。なので MK さんはいつもその仕様を使ってちょっと遠くのガーディアントラップやジャングルに向かうときはネザートロッコに乗って移動するんですよね。なんですけどネザートロッコで向かった先がネザーゲート丸裸になってるんですよ。この出発地点みたいにネザー駅でくくればいいんですけど、それは今までやってこなかったんですよね。ということで今回はネザー駅の向こう、ネザートロッコで向かった先ですね、そこに小さなネザー駅を作っていきたいと思います。そう、ガストに攻撃されたりとか近くにピグリンがいて攻撃されたりとかいつも危ないんですよ。本当は周りの湧き潰しをすればいいんでしょうけど、この広い範囲を湧き潰しするのはちょっと大変ということで駅みたいに囲った方が早いでしょう。よーし、じゃあ早速作っていきますよ。ガストは周りにいませんね。よーし、じゃあ行きましょう。そこ待てよ、どうしようか。あんまり広くしてもしょうがないのでとりあえずまあこの辺りを地面にしていきましょうか。下付きのハーフブロックにすれば上にピグリンとかが湧く可能性もありませんので安心ですね。はい、じゃあここは石レンガハーフブロックで作っていきましょう。ちなみにここのネザーゲートはあれですね、エンド村ですね。エンド村もね、今後エンドに向かったりするときはガンガン使っていくと思いますのでしっかりやっていきましょう。待てよ、一段高いなそこ一段高いから後で階段でも作りましょうか。そしたら待て、先にこのハーフブロックを全部置いてからトロッコの発射装置作っていきたいと思います。何マスぐらいにする？ 1,2,3、まあ3マスぐらいでいっか。そっちに干渉しても嫌ですからね。はい、じゃあここ下突きでつけて、やめて、ネザーゲートに吸い込まれないように気をつけていきましょう。待て、そこ干渉しそうだな、落ち着け、どうするそこ干渉しそうなので、こっち側の、あーどうしよう、こっち側の壁はここにしようか。若干狭い駅にはなってしまいますが、まあまあまあそこはしょうがないでしょう。じゃあここは全部、あーもったいないハーフブロック壊しちゃって、普通の石レンガつけていきたいと思います。ここが第一の壁ですね。 OK。そしたら今度はここにトロッコの発射装置作っていきましょう。発射装置の作り方は結構前に MK さんやっておりますので詳しく知りたい方はそちらの方をご覧ください。ここに発射装置をつけて、でここをホッパーで、はい、ポンとつけて、でこっち、あー待てよ、ここどうしよう、ここに砂を置かないといけないんですけど、待て、どうなってる、あーそうなってるか。だったらこうしてこうしてこうして、でこうしてここの上に、いや違うな、ここはハーフブロックにしてここの上に砂を置くと、でここは壊しちゃって OK なんかちょっと変な感じになってしまいましたがしょうがないですね。砂は下に落ちてしまいますのでこうやってブロックを置く必要があります。ここもハーフブロックで囲ってしまいましょう。そしたら上にサボテンを置いて、でここに石レンガ、あーなるほど、待て待て待て、こう、あらららら、らららら、こうしてこう、でこうして、こうで、こうこうこうと OK で、こうですね。そうすればここにトロッコでパーってきた時に回収できる装置が出来上がってると。でスイッチとかも置かないといけないので、ここに松明、ここにスイッチだな、でここのガラスはいりませんと OK。 そうすれば、あーもう一個ぐらいそっちにしとくか。そうすればこの辺で降りてなんとか出れると思います。よーし、じゃあガンガンあとは囲っていきましょう。ガストとかが周りに出なければいいですけど、まあ大丈夫そうですよね。待て、先にさここ置いちゃうか。レールと、あとはこの辺はもう使いませんね。よし、じゃああと石レンガとガラスか。じゃあちゃちゃっと作ってしまいましょう。ここが違うな、これになるのか、加速レールになってここがレールになると OK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  で周りを壁で囲っていきます。こっからがちょっと大変だぞ。どれくらいにする？こっち側2マス空いてるからここが壁でもいいか。はい、はい、
ってガストにバレないうちに囲ってしまいましょう。いや久しぶりにネザーで建築しますね。今後はなんかネザーに建物とかどんどん建てていっても面白いかもしれません。なんか昔ねネザーにあの村を作ったりしたら面白いんじゃないかなと思ったんですけど、やる？結構大変そうじゃない？ネザーに村って生き残れるかな。ピグリン、あ、まあ湧き潰しとかをしっかりしとけばなんとかなるっちゃなんとかなるか。どうなんだろう、ネザーに村作ったことある人いる？視聴者の中に、視聴者っていう、なんて言えばいいんだろうね。そう、 MK さんいつも思うんですけど、あの危ない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 、本当に怖い本当に怖い、やめて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 。でここ、あーどうしよう、階段みたいにしたい。まあいいや、これでいっか。落ち着け。あーバベ、いる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 、待て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 、弓矢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 があれば怖くない。弓、あー違う違う違う、じゃないないない、遊び方は分かってるよ。落ち着け。いたな、さっき。いた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 、ほい、オッケー。弓矢持ってこなかったら詰むだろこれ。あといるか、大丈夫か、やめてよ。せっかく今作ってるんだから。そう、そして話戻すと、いつ、危ないな、いつも MK さん迷うんだけど、見てくれてる方のことなんて呼べばいいんだろう。リスナーっておかしいと思うんだよね、 MK さん。なんかリスナーってさ、ラジオっていうか、なんか聞く、あーばばいるいる、どこにいる、どこにいるの、どこにいるの、怖い怖い怖い、なんかラジオ見て、あっぱっぱ、おばばばば、やめて、こっと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 、やめてやめてやめて、ほんとやめて、あぶねえ。よく耐えたな今。ちょっと待てよ、ちょっと待て、まだいる、まだいる、どこにいるの、どこに、上か、どこ、ちょっと待て、怖い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 、あいつか、ほい、待て、やめて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 、オッケーオッケー、危ない危ない危ない、あといないか、よし、じゃあタラを食べて回復してロケット花火で上に戻りましょう。こわ、もう MK さんの話全然進まないじゃん。なんか視聴者の方って言えばいいのかな、長くね。なんかファンの総称とかさ、つけるパターンの方がいいかな。どう思う？なんかあるじゃん、ファンの呼び方みたいな、そういうの作る。なんだろう、なんかいい案あるかな、皆さんコメント欄でなんか教えてください。いい案があったら採用したいと思います。いや、どうだろうな、どうすればいいと思う。視聴者の方、いつも MK さんなんて言ってる、見てくださってる方とか、そういう言い方するよね。なんか作るか。ファンの総称みたいなやつあっても面白いかもね。ということで、待って、ここさ階段でもいいけどさ、ちょっと一段下げようか。こうして、あーそっか、待って、それはまだ早かった。ハーフブロックで置いて、で一旦これを壊す。はい、でネザーゲートを一段下にしたいと思います。はい、ここ壊して、ここ壊して、上乗っかんないでよ、ちゃんとネザーゲートっていうか黒曜石を全部回収しないと。あ、ばば、どこ行った、あ、たったったった。黒曜石を全部回収しないと足りなくなっちゃう。でここもこう、ここ、あー、厳密に言えばここは壊さなくていいのか、まあいいや。で、はい、ここ壊して、ちゃんと拾ってる？大丈夫？はい、でここ壊して、ここ壊して、で、黒曜石が13個拾えてるな。で待てよ、あ、オッケーオッケー、火打ち石と内金あるね。これを使ってネザーゲートを作りたいと思います。1234、どこ作る？ちょっとずらしてもいいけど、あーでもまあここでいいか。ん？いや、ずらす？うん、あー、ここでいいや。1234、で置いて、ポン、あー間違えた。間違えるんだが、黒曜石時間かかっちゃうからちゃんとして、1、2、3でポンで、ポンポンポンのポンと、オッケーで、ネザーゲート開通と。よしよしよし、こうすればスムーズにネザーゲートに入ることができるでしょう。そしたら待てよ、上に乗っかりたい、はい。でこ、あ、いる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 よ、いるよ、落ち着け、ほい、はい、はい、あー。待て、ほい、え、嘘、当たったよ今、オッケー。なんか判定がわからんな。 MK さんの中では絶対当たってる判定なんですけど、当たってない時もあるんだよな。そしたらここが天井になればいいので、こういう感じでガンガン埋めていきましょう。これ先に引っ張っちゃうか。1、2、3、4、5、6、 OK で、ここもこういう感じで上を乗せておけば、あとで下からブロックを置くことができるで。いるな、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 待てよ、落ち着け、いるよ、ほい、当たんないよ、
はい、オッケー。ガスト怖。いや、なんで MK さん今まで囲ってなかったんだろう。逆にネザー駅作ったのって相当前じゃない？ 100 パート以上前な気がする。どうだったっけ。多分それぐらい前だよね。そしたら天井埋めて鮭を食べて、生のタラ食べてる人いる？お腹壊すよ。寄生虫とか気をつけてくださいね。そしたらここ全部埋めて、ほい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 の、あーもういいや、ハーフブロックでいいや。こうしてこうして、でこの石レンガ階段を使ってハローマックみたいにしていきたいと思います。あの MK さん、前のネザー駅作った時も言ったと思うんだけど、これハローマックみたいじゃない？おもちゃ屋の。おもちゃ屋のハローマック、今の子知らないでしょ。今の子何？トイザラス。ね、昔はね、 MK さんの時代はハローマックっていう、あれなんかここおかしいな、ハーフブロック奥か。そう、 MK さんの時代はね、ハローマックっていうさ、なんかおもちゃ屋さんがあったんですよ、街の。よくそこでなんか買い物っていうか、おもちゃを買ってもらっていました。何買ったろう。戦隊のロボットとか、あと何買ったっけな、ベイブレード、いや ベイブレードも買ったな。ベイブレードってでも今でもあるよね、遊んでる人いるんじゃないかな。あと何買ったっけな、おもちゃ、昔のおもちゃ、あーもう覚えてねえな。忘れちゃった。なんか懐かしいおもちゃとか、 MK さん世代のおもちゃ分かる方いたら、ぜひコメント欄に書いていってください。 MK さんが懐かしみます。同じ世代の方って見てんのかな、 MK さんのチャンネル。 MK さん今26歳なんですけど、同じ世代の方見てますでしょうか。ぜひ世代一緒だよという方がいたら教えてください。あ、いいんじゃない、ちゃんとハローマックみたいになりました。そしたら待て、そこにうまく着地して、エリトラうまくいったので、ここをしっかり埋めていきましょう。あ、先にそこやんないとダメだな。こうしてこうして、でこう来て、あーハーフブロッカー。ハーフブロッカーっておかしいけど、はいほい、であとは壁埋めればいいだけ。そこも埋まってるし、オッケー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 。中はハーフブロックの下付きになっているので、特に湧き潰しとかする必要もないでしょう。っていうかネザーで湧き潰しってできないよね。ネザーは明るくしても敵が湧くので意味がなかったと思います。なのでハーフブロックにするしか湧き潰し方法ないよね、逆にね。はい、ということでネザー駅の、あ待って、こっち側開けとくか、別に。ほい、こんな感じにしとく。あーでもおかしいか。ここは埋めとくか。ほいほいで、ハーフロックポンと。じゃあこっち側埋めちゃう。いやでもいっか、こんなもんか。よし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 、オッケーオッケーオッケー。そしたらガラスつけましょう、わかりやすいように。はい、ここにほいほいで、あとはこっち側も多少ガラスつけましょうか。ここと、まあここかな。はい、でガラス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 、オッケー。いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。ちょっと狭いけどネザー駅完成しました。これでもうね、ガストとかビグリンに攻撃されることはないでしょう。そしたらこの中にトロッコを入れて、実際に帰れるか試しましょうか。はい、じゃあ、あこれさ逆の方がいいな。い今わかった。あ、回収してしっかり、ほい、オッケーオッケーオッケー。逆の方がいいな。こう、あだだだだ、こうしてこうして、でここにさっきの、はいはいと、でトロッコと、オッケー、でこうして、いや逆だった。ここじゃない、こうしてこうした方がいいな。そしてこっからトロッコが入れられるようになると、そうすればこう帰ってきて、ここでポンと押して乗って帰る。オッケー。ネザー駅完成しました、素晴らしい。でこれをね、全部で今5箇所あるのか、1箇所2箇所3箇所2箇所3箇所4箇所5箇所と作らないといけないんですけど、 MK さん実況外で残りの場所は作っておきました。早速今から見に行きましょう。すごくない？作ってたんだよ実は。今まで言ってなかったけど実は作ってたんですよ。じゃあまずは氷のところから行きましょうか。ここ行けばね、スケルトントラップのところのネザー駅も見れると思います。でしっかりトロッコの上はガラスを引いているので、ガストに見つかることもないと、素晴らしい、完璧です。
ガストに見つからず安全にトロッコを動かすことができます。でそろそろスケルトントラップのネザー駅見えてくるんじゃないでしょうか。見えてきました。ほら作ったんだよ MK さん、これ見て良くない？そうこういう感じで全5箇所作っておりますので、今から見に行きたいと思います。ほらやるでしょ実況外で MK さん。実はこれで収録前に1時間ぐらいかかって大変だったんですからぜひMK さん裏作業で頑張ったなと思う方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。はい、と言ってる間に氷の場所到着しました。ほら作ってあるでしょ MK さん、すごくない？でこういう感じでね、全5箇所さっきので作り終えましたので、今後は安全なネザートロッコでやっていきたいと思います。ということで今回はこれぐらいで終わっておきましょう。次回どうしようかな、何も考えてないので、ぜひまたなんかアイデアがある方はコメント欄に書いていってください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。